島はノーアウト二塁で4番の西田。巨人先発高田から2打席連続のタイムリー。今日も広島ペースの展開となりました。3対1とリードした広島は8回途中から笹岡に代え大野をマウンドへ。食い下がる巨人は9回、ワンアウト1塁で代打井上が詰まりながらもライト前へ運び、2塁1塁と反撃のチャンスをつかみます。ここでバッターは昨日先発から外された新のブラドリー。まず1点ごとヒットを狙ったという当たりはセンターバックスクリーンへ飛び込む逆転サヨナラの13号スリーラン。元大リーガーの意地を見せ巨人が4対3で広島を破りました。昨日34歳の誕生日を迎えたベテランの北別府。2回ヤクルト2アウトで6番の畑、シュートボールを組み込んで打った。手応え十分という当たりは先制の7号ホームラン。ヤクルト1点を先取しました。その裏の広島は4番にすっかり定着した西田。ヤクルトバートサスがカウントを取りに来たストレート、ツーベースヒット。続く山崎隆三、ランナーを進める気持ちでフォークボールを右方向へ。広島すかさず1対1の同点。このあと尾形のヒットでワンアウト1塁2塁とし、バッターは達川。引っ張ってはいけないと思ったと逆らわずにこれも右方向へ。バートサスの変化球を狙い打って広島2対1と試合をひっくり返しました。中5日での登板は今シーズン2回目の北別府。6回新井の打球を左足のすねに当てるアクシデント。しかし広島にとってオールスター前の9連戦の初戦、ベテランの記録は十分です。この後も持ち味の変化球と粘りのピッチングでヤクルトの強力打線に的を絞らせません。9回大野のリリーフは仰いだものの7勝目をマーク。結局3対1で広島が勝ちました。1回のヤクルト、古田キットの後ピッチャー小原フォアボールでノーアウト2塁1塁。広島の先発は川口。ワンアウト後代打ベテランの八重樫、右方向へうまく流し打ち。ワンアウトフルベースのチャンス。バッターは前の打席ヒットを打っている3番レイ。2エンド1と追い込まれてスライダーを落とされます。ヤクルトにとって最悪のダブルプレー、チャンスも生かせません。その裏の広島、ヤクルト先発の小原を打ち崩します。ワンアウトから3番の村、今日2本目のヒット。4番西田、連続ヒットでワンアウト2塁1塁。幼いサードゴロで2アウト3塁2塁となった後、山崎隆三に代えて代打原。低めの難しい球を一塁線へ。タイムリーツーベースヒットとなって2人が帰り、広島4対2と勝ち出しました。あといいだろ。7月に入ってまだ2勝、現在5連敗中となかなか勝てない中村阪神。今日は昨日タイムリーエラーの岡田をスタメンから外し、大幅にメンバーを入れ替えて試合に臨みます。今日はその采配が見事的中。3回今日1軍に上がったばかりの島田明宏が1打席目に続き2本目のヒット。そしてスタメンで3番に入った真由美がライト前にタイムリー。この後さらに1点も加え2対0と阪神がいい感じで試合を進めます。しかし投打のリズムが噛み合わないのが阪神のいつものパターン。先発の野田は4回すぐに同点に追いつかれた後、6回原に犠牲フライを打たれ逆転も許します。ところが7回ウィンのこの打球が広島先発長富の足を直撃。これで試合の流れが変わりました。代わってマウンドに立った川端から八木が11号逆転ホームラン。その後またまた同点に追いつかれたものの、真由美が試合を決める10号ソロ。阪神は連敗を5でストップ。やっと7月3勝目を挙げました。前ちびっこも楽しめるアトラクションスピードガンコンテストに今日は珍しく広島のバークレオが志願の登板。期待通り141キロのスピードボールを披露するなど、横浜スタジアムはのんびりしたムードの中で始まりました。目下3位の広島は先発ベテランの北別府がバークレオより 2,30 キロは遅い変化球で太陽打線を翻弄、得点を許しません。
逆に広島は打線が5回、そんな北別府を引っ張るキャッチャー達川のラッキーな内野安打などで対応先発岡本徹からワンアウト満塁のチャンスをつかむと、ここでトップの翔太三塁線をしぶとく破る2点タイムリーツーベース。苦手の太陽から広島が2点を先制します。なおも広島はこの回続く3番野村がセンターへ、犠牲フライの十分の大きさかと思われましたが、これをセンター屋敷が好返球、キャッチャー秋元の好ブロックもあって広島3点目は奪えません。しかし今日は攻撃にリズムのある広島は7回、この野村のデッドボールなどでまたまたチャンスを広げると、4番の西田左対左をものともせず右中間スタンドへ会心の第3号スリーランホームラン。広島なおも1点を加え6対0とリードを広げます。結局広島は9回の4点を挙げ筒香10得点、そしてベテランキャベツは楽々の完投で8勝目、通算200勝まであと13勝と迫りました。アントレス全での8勝というのはいかがですか。この、ね、2年間沈殿したんで、それに比べて、自分の思うよりもね、出来過ぎの数字だと思います。後半まだ頑張ってね、前半に近い数字残せるね。挑戦1点を追う広島は7回、ワンアウト2塁1塁で代打の西山。太陽の先発田辺はここまでヒット1本に抑えてきましたが、西山2球目の高めのストレートをフルスイング、プロ入り初ホームランがスリーランとなり広島3対1と逆転します。しかし粘る太陽は8回1点を返しなお2アウト3塁1塁、広島はこの回途中から先発の川口をリリーフした大野。パチョレックのこのヒットで太陽3対3の同点に追いつき、そのまま延長戦に入りました。広島は延長13回2アウト満塁でバッター達川、このセカンドゴロで長内がホームイン、4対3と勝ち越しました。自分のエラーで先取点を許した達川、10試合連続ヒット。昨日プロ入り初ホームランを打った代打西山、連続ヒットでワンアウト2塁1塁と今シーズン4連敗と苦手にしている太陽先発の野村を攻めます。トップの尾形、今シーズン野村からの初ヒットが同点タイムリーとなりました。なお三塁一塁で翔太、犠牲フライとなって逆転。結局この回さらに1点を加えた広島が3対1で勝ち3連勝を飾りました。